ミルクサッカーアカデミー井上真央でございます。ノーミルク佐藤でございます。よろしくお願いします。ちょっと声がねぶれておりますけど、こちらですと遺跡の理由をいろいろ考えていこう。いやーお願いします。そんな季節になってまいりましたけどもね、本当連日東京って先生書いてくれますけども、はい、はい、今日はですね、まあ主に名古屋山形の話が出てくるんですが、はいはい、それ以外にプラス、まあ15人ぐらい出てくるかな、全体で20人ぐらい話出てくると思いますので、はい、はい、よろしくお願いいたします。じゃあまず一人目はここから行きましょう。ドン、はい、うん、名古屋グランパスに永井健介が帰ってきたぞ。いやこれは大きなニュースでございますね。はい、永井選手なんですが5年半ぶりになるのかな、うん、名古屋から戻ってくるのか、うん、はい、あという形なんですけども、うん、まあ、なんで移籍なのかっていうところは今回あの僕からの何かしらこう考察するとかじゃなくて、うん、永井選手もご自身がすでにあのもう公式サイトの方でもう解説してくださっていたのでそのまま、はい、活用させていただきます。はいはいはい、まず一つ目の理由としては、永井選手のお子様がですね、あのパパのゴールが見たい。ああ、なるほど。はい、で、はい、それに今ですね、実は昨年の夏以来ゴールがないというリーグ戦、うんうんうん、で、ウイングで最近活用されてるんですよね、はい、で出られてるというか、はい、だけどやっぱ真ん中で勝負がしたいというところで、それが移籍のちょっと決め手というか。なるほどね。あと、味噌カツが食べたい。あるかもしれない、ね。ヤバトンが食べたいんだって。やるよな。ねえ、そういうことかもわからない。胃にゴールも決めたいですから、ね。うまいことおっしゃる。なるほどね。で、そんな中で。そんなこと言われたらそれはね。うん。そうなんだよね、はいはい。やっぱりそれでこう手を挙げたのが名古屋さんというか、はいはい、長谷川健太監督とか去年やってますからね、去年まで。そうだね。うん。はい。だし、あの、ワントップ型のチームとか、スリートップ型のチームだと、どうしても足早い永井さんだから、やっぱサイドに置かれちゃうケースが多いんだけど、なるほど、このチーム、ツートップなので、はい。っていうところで、いわゆる生きる、自分は生かせるんじゃないか、そして生きるんじゃないかというところ。うん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 、当然ながら戦術理解、長谷川健太さんのやり方は分かってるし、僕のことも彼は分かっているっていうところで、はいはい、ね、このチームを選ぶ。もうなんか、勝手知ったるとこだもんね、言ってもね。そうなんです。うん、で、しかも、すごいところまで、実は彼言っていて、はい、要は前回名古屋から出た時はちょっと揉めたらしいんです。ああ、そうなんですか？そう。で、そこにまでなんか触れたという、うん、結構最後の最後まで交渉が揉めて、移籍することになっちゃったと。はいはいはい。で、それで、奈良崎聖剛さんにも、いわゆるいろいろ聞いたと。うん、今僕、名古屋戻るとかって考えてる人どう思いますか？ああ、なるほど。うん、で、それで大丈夫だよって、そこの一言もらったのもあって。そういう時にやっぱ奈良崎さんとかがね、うまいことこう、そう。押し量ってくれたとね、取り計らってくれるのかな。うん、そんなこともあったらしいです。ガッチリキャッチしてくれたわけですね。そういうこと。なるほど。うまいなうまくはないと思います。いやいや、なるほど、なるほど。まあ、という感じでございますと。はいはいはい、まあ、これでですね、ただ、永井選手来たことによってですね、おそらく人数的に A 契約と呼ばれるものがあるんですけど、の人数って一応 J1 って25人って決まってるんですか？はいはい。この25人枠が埋まったかなという感じになりました。はいはい。なんで、これ以上名古屋は、いわゆる新しく新加入で取ることが不可能です。人数的に。なるほど、なるほど。なんで、大卒の選手取るとか、高卒の選手、ユースの選手は取れるし、あとは、誰か出せば新しい人もちろん一人取れるんだけど、はいはいはい。まあ、ないかなといったところにはなってきたのかな。なるほどね。これあれですか、例年よりもこう、各チーム大きな人数を抱えるようになってきてる傾向ってあるんですか、これ。それもあるかなとは思いますね。やっぱコロナとかもあるので。そうか。あと5人変えれるからね。特にオフェンシーな部なし。そうなんですよ。欲しいわけでしょ。だ他のチームとかでも、はいはい、大体そのレギュラーというか、このね、いわゆるちゃんと大人の方々で4人ゴールキーパー持ってるんだけど、コロナとかのことを考えて、2種登録でゴールキーパープラス2人3人持ってるチームがかなり多いんですよ。ああ、そう、へえ、そうですか。そう、だから、いわゆる A 契約は確かに25人から30人ぐらいいるかもしれないけど、ユースとかの2種登録まで含めると結構40、50人体制になってるチームが多いかなと。いうのが結構今年のトレンドですね。なるほど、なるほど。ただこれで一つこれ人数計算僕間違っちゃったらごめんなさいなんですけど、一、個これで分かっちゃったことも出てきます。分かっちゃった。はい。はい、一応後で名前もまた出てくるんですけど、はい、気になるのがですね、右下にいますけど、前田直樹さん。前田直樹さん、はいはいはい、はい。今、オランダユートレヒトのレンタルで行ってますけど。そうですね、お怪我がありましたけども。はい。はい。いわゆる今、人数が25人の、ね、満いるので、はい。彼夏までがレンタルだったんですよね、ユートレヒトに、うん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 。でも帰ってくる場所の人数が満帆なので、これは、ね、はい、レンタル延長なんでしょうね。でもそれは嬉しい方も多いんじゃないですか、やっぱチャレンジ続ける。やっぱ ね、まだ何もね、チャレンジさせてもらえないうちで怪我でしたから、うん、でもチームメイトがね、T シャツ着て回復を待つぞみたいな。そうなんですよね。そこで一回ね、頑張って。
だと思いますと。見たいですよね、こっちもね、うん。かなというところでございます。なるほど、名探偵。ありがとうございます。うん、はい。で、名古屋、ちょっと毎回ね、こんな感じで遺跡市場の話出てきてますけれども、はいはい、まあ、またね、続報あったらご紹介させていただきたいと思います。で、続いて今度はこちらのチーム行きましょう。うんうん、はい、山形さんでございます。山形。うん、はい、モンテディオ山形さんなんですが、はい、この度ですね、はい、清水エスパルスの、ディサロ・アキラ・シルバーの選手が山形へのレンタル決まりましたと。そうなんでしょう、うん、で、うん、なんでじゃあ山形が彼を取ったのかって話になってくるんですけど、はいはい、まあいろんなことはあったんですが、まあね、実はこのまず2番目からご紹介しましょうかね、うん、山形のフォワードの軸をどうにかしたいということに今なっておりまして、うん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 、以前だったら得点のね、は藤本義樹選手、はいが、今、勤めてくれて、去年ね、愛媛で活躍してて、うんうん、今年山形来たんですけど、はい、大怪我になっちゃったんですよね。そうか。そうなんですよ。でそれで、今ちょっと僕、この資料を作るにあたって、うん、今シーズンの、それこそ山形の皆さんの出場のその時間数とかいろいろ見てきたんですけど、はいはい、最前線を勤められる方々で見ていくと、うん、この26節まで終わってる段階で、うん、より半分にも満たないというか、40% も出てない方々が大半というか、はい、いわゆる 40% 以上出てる方って山田浩太選手だけなんですよ。うんうん、あ、そうなんだ。要は前線がちょっと固まりきれてない。それだけ怪我で抜けたりだとかがちょっとあまりにも多くなってしまった。なるほど、なるほど。うん。って言ってる、実は山田選手も怪我で負傷した時期もあるぐらいなので、山形今ちょっとなかなか勝てない日ってのは結構そういうことなんですよね。なるほど。うん。なるほど、なるほど。そうなんですよ、うん。で、その下のところにも順位表入れましたけど、山形ついこの間まで5位、6位までいたところがなんと今ちょっと13位と、実は1ヶ月勝っておりません。うん。5月29日の、ね、はい、新潟戦以降を実は勝ったのが最下位琉球相手のみという形になっておりまして、うん、ちょっとなかなか今辛い時期を過ごしていると。なんで、フォワードの軸を一人入れて山形巻き返していきたいってところなんでしょう、ね。なるほど、なるほど。勝点がいきますね、確かに。そして、はい、なんでじゃあディサロなのって話になってくると、うん、はい、ちょっとここ見ていただきたいのもありまして、うん、まあさ、皆さん。はい。ここに国分慎太郎選手という、はいはいはい、まあ中盤の選手がいますよ。はいはいはい、はい。そして左側にここにもね、荒垣選手いますけど。なるほど。でディサロ選手、なんとこちら、北九州トリオでございますね。一緒にやってたわけだからね。そうですね。なるほど。そういう連携とかも含めてってのはあるんじゃないのかなと。ああ、そっか。幅ね、はまるんじゃないかということだね。友達もいるから、いろんなはまり方、ね。そういうことですね。そうか。はい。というところで。なるほどね。炙り出すね。ありがとうございます。はい、まあ今後のね、また躍進というか、に期待でございます。わ、うん、かりました。あとは、こんなことが起こりましたってことで、一覧表を持ってまいりました、はいはい。ありがとうございます。助かります。はい。7月の8日から11日で決まったいろんな、遺跡の話を持ってまいりましたと。はい。まず左上ですね。はい。高木さん。いや、驚きました、これ。栃木決まりました。はい。まあ、高い技術力もありますし、うん、デュエル力も高い選手なので、ボール奪うことにも長けてますから、うん、そこにもご注目いただければと思います。明日楽しみです。はい、そして、日本に新たなクリスティアーノがやってまいりました、皆さん。ほら、あのクリスティアーノじゃなくて。じゃなくて、うん、岩手、グルーチャー、盛岡に180センチのセンターフォワードやってきましたよと。はい。ブラジルから、ブラジルのサンジョゼというチームから一人やってまいりましたと。ブレンネルポジション。ポジションですね。まあ、この間も、まあ、ブレンネル選手がちょっとレッドカードでね、いなかったのもあって、はいはいはい、モレラト選手がセンターフォワード務めてたのもありましたから。モレラトはセンターフォワードって感じじゃないもんね、セカンド。また違いますからね。感じでしたっけね。そうなんです。なんですよ、ここにもう一人も連れてきたって感じです。ああ、そういうことですか。はい。なるほど。そして、続いては長崎は、長崎に今度、はい、ちっちゃい166センチのフォワード、クレイソン選手がやってまいりました。かわいい、クレイソン。ね、サウジのアルファイサリーというチームからやってくるんですけど、うん、実は彼もともとコリンチャンスだったかと思うんですけど、うん、ブラジル時代にですね、今の長崎の監督、うん、カリーレさんと共闘経験があるんですよ。そういうところから取ってきたんだろうなーってのがあるので。レンタルですかね。一応完全だったかな、確か。カリーレ監督だけにね、レンタルなのかな。ちょっとそれ言いたかっただけ。うまいな、言いたかっただけなんですけど、ね。いや、すまん、気づかずで。はい。続いて、この真ん中から右行きましょう。はい。まあ、一人、ダンザキ選手除いて、他は大卒ルーキー組にね、来季以降のね、なりますよと。はい。まず、ダンザキ選手ですと。お、行くんだね。またオーストラリア行くことが決まりました。はいはいはい。まあ、二度目の。そう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 。まあ、去年もね、シーズン半分しかいなかったので、9得点したっていう感じでしたから。はいはい。まあ、今回も、まあ、壊れていく形になるので、もしかしたらともすれば完全移籍化の可能性もちょっとあるのかもしれないですね。前に行った時はブリスベンじゃなかったよね。うん、あ、一緒です。あ、そうなんだ。そう、だからもう壊れていく感じなので。なるほどね。カモアゲイン。
そう、だからもしかしたら、オーストラリアのヒーローになるかもしれないですね。なるほどね。はい、楽しみでございます。はい、はい、はい、そっか。はい。で、そして残りここから上村選手からね、残りの皆さんは全部大卒の組になりますよと。はい。まず、早稲田の上村選手。はい、彼だけは、2023、来年じゃなくて、今、うん、再来年の2024年加入でございます。うん。ということは、今何、3年、まあ、大学3年生でございます。どうすんのそれ決まっちゃって、よく言うけど、こういう話、1年間。まあ、でも、もしかしたら、ね、来年からだからプロ化してっていうこともあるかもしれないですね。もしかしたら、ね。そういうこと、うん、大学はもうほぼほぼ行かなくて。っていうこともあるかもしれない。なるほど、そういうこと。はい。で、いうのも、ここちょっとすごいなと思ったのが、要は誰っていう話なんですよ。上村選手は。ジュビロで言うと。ヤットさんです。あ、そういうタイプ。うん。なんで、だから、ヤットさんやっぱ年齢的にも、もちろんまだまだ J1 でレギュラー張ってるけど、考えなきゃいけないじゃないですか、いい加減。まあ、そうだね。でも、ヤットさんいるうちに入った方がいいよね、やっぱね。そうなんですよ。だから考えた結果と。若ヤット。だから逆に来年1年間でヤットさんから継承し終えて、さらに2024年から上村くんでってなれば、ジュビロとしては完璧ですよね。そういう選手なんだ。そういうことでございます。はい。そして続いてが国士舘大の、綱島選手でございます。綱島さん。はい。188センチの大型ボランチですが。いや、でかもともとが。ポグバじゃん、ポグバ。もともとがベルディユース出身なんですよね。なんでも戻ってきた感じにもなりますので、はいはいはい、しかもね、もちろん技術力で長けた選手でもありますから、うん、そのあたりも皆さんご注目いただければいいなと思っております。うん、はい。そしてその下が大分の松尾、大分に入る松尾雄介選手でございますと。うんうんうん、まあ、市船出身で今関西大行ってますけど、うん、まあ、スピードとかチャンスメイクが得意なようなね、サイドバックになりますので、彼のスピードに皆さん見ていただけたらと思います。うん、はい。この右の欄行きますと、山形に入るのは山梨学院大から吉田大樹選手でございますと。はい。もともとはチェイス・アンリの先輩というか、はい、まあ、少子高校出身でございます、はい。福島のね。その時はミッドフィルダーやってた選手なんですけど、大学入ってからサイドバックやるようになって、なんで、いわゆる現代型のサイドバックになっちゃいましたね。もう中盤とサイドバック両方こなす選手でございます。続いてが国士舘大の高橋直樹選手は、チェイス・アンリのサヌキへ。はい。前橋育英から、まあ、行くことにな、前橋育英から国士舘大でさぬきなんですけど、90分間もプレスしまくれるっていう、ちょっととんでもない選手だったりするので。すげえな。はい。そうなんですよ。ちょっとそんなところも見ていただく、はい。フルタイムハードプレスワーカー。そうなんです。そして続いてが、オナユ・ジョージ選手。こういう口書くんですね、ジョージさん。そうなんです。うん。新潟医療福祉大から仙台に決まりました。はい、兄はストライカー、弟は快速ウィンガーでございます。いやーねえ。楽しみでございますね。ジョージさん。はい。期待ですね。そして最後は東院横浜大から小関陽生選手でございます。はい。左利きのテクニシャン型なので、やっぱ藤井田はアタッカーがめちゃくちゃ多いですから、彼に配球する選手を誰か取りたかったって形なんでしょうね。あ、ボランチってこと？そういうことですね。あ、なるほど。が入ってくることになりました。発射台がいたらね、両ウィングがジョワーっといって。そう。っていう感じだ。でも間違いなく来年も藤枝のオフェンスは楽しみだねってことが分かりました。楽しいもんね、藤枝ね。なるほどね。はい。はいはいはい。一応海外組何か持ってきたんですけど、はい、竹も鎌田も伊藤もみんな残りそうという話です。あ、言ってしまって。はい。うん。レアルマドリードにってことですか？そうなんです、竹。どうやらビニシウス選手が大、はい、あれですね、ビザが大丈夫、そう、可能性があると。これは嬉しいね。アンチェロッティ監督が、はい、タケいいね。あの子かわいいじゃないっつって。って言ってるんですよ。いいですよ、それは。っていうところもあります。これは最高じゃない。ねえ、あと、レアル的にもなんですけど、うん、右ウィングと、右のインサイドハーフが不足しそうで、タケいてくれないとやや困るんですよ、ね、これはいいぞ。タレント的に言うと。それはいいぞ。そういうのもあるみたいです。なるほど。はい。で、鎌田選手、伊藤選手もどうやらこのままだと残留見込みという感じが今のところの模様でございますと。いう遺跡の話でございました。わかりました。なるほどね。これ、この選手のいろいろ、ほら、練習風景の動画とかもやっぱりレアルだからね。ねえ。まあ、盛り上がるじゃない毎回。ニュースになりやすいから。やっぱサッカーはって、やっぱり自作盛り上がるしがね、それね。そうなんですよね。いいですよ。なんかレアルが撮った動画でね、久保選手が何回言うと絶対最後にアラマドリーって言うんでね。あれの復活を私ね。痛いね。私、楽しみにしますよ、これ、ね。そうですね。アラマドリーってどういう意味ですか？マドリー、こんにちは、みたいなことなんですかね、わかんないですけど、ね。マドリーと共にみたいなこと、あ、そういうことでしょうかね。そんなことだよね。私たちの血は白いのよって意味がね、わかんないけど、ね。そうなんでしょうね。そうなんですかね。わかりました。はい。あと、ということで、こちらですね。あ、
我々、ミルワカトークライブは7月29日に行わせていただきますと。はい、ありがとうございます。でゲストは飯尾淳さん、サッカーライターの、ね、方に来ていただくんですが、なんとチケットは、完売、いたしましたということで、はい、ありがとうございます。なんで告知するんですか、完売だって言うのに。実はなんと今日のお昼からなんですが、はい、ドン。オンラインがね、ね、はい、やらせていただく運びになりましたので。そうなんでございます。はい、ぜひ概要欄から予約してみてください。はい、お願いします。よろしくお願いします。待ってます。ということでございまして、ぜひもありがとうございました。ありがとうございました。毎日やってるんですよ、ミルクサッカーアカデミーと申しますよ。ね、お願いします。昼と夜出してます。そして、サブチャンネルもございます。お昼に休み時間ラジオという雑談コンテンツを出させていただいております。うん、そちらもよろしくお願いします。メンバーシップもやってます。月一のライブをね。はい。ですということでまた聞いてくださいね。井上マンでした。ミルクサッカーでした。どうもどうもでした。またでーす。どうもー。